このスタジアムで今日はどんな試合が見られるのか楽しみです。この時間はアルビレックス新潟対マンチェスター B、 こちらの一戦をお届けいたします。こちら今日の昼間の天候は晴れです。予報通りすっきりとした空の下デーゲームが行われます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず前半見ていきましょう。アルビレックス新潟対マンチェスター B、さあ北澤さん、本日の試合どの選手が一番気になりますか？アグエロですね。ゴールに向かう勢いがあって、どこからでもシュートをねじ込んできますよね。やっぱり彼のような個の力があると一人で局面を打開できますし、前線で効いてきますよね。なるほど、そうですか。彼がどう得点に絡んでくるのか注目してまいりましょう。新潟は前半ここまでまだこれといったシーンはありません。チェックを受けますが動じません。足元大事に行きます。クロスが上がる、シュート、これはどうだ。いやいや、ナイスセーブ。いや、今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですね。新潟チャンスを迎えたシーンがありました。プレッシャー、高木、デブライネ、また中央へ、ロドリ、ロドリから大きく縦へ、長谷川、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。デブライネ、ロドリ、デブライネ、デブライネからのパス、ロドリ、ギュンドーアン、デブライネ、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。いやわずかに右へそれました。デブライネがピークしたとき、周りのオフザボールの動き素晴らしいですね。視野が広い選手ですからね。周りの動きをしっかり把握してますよね。デブライネ、新潟が北澤さん、今のところ狙い通りというところでしょうか？そうですね。相手にリズムを作らせない、いい守備をしてますよね。こうスルーパスを出す、来たか、ここは通しません。ロドリ、ウォーカー、カイル・ウォーカーから長いボール縦へ、ふわっとしたボール、さあスターリング、マンチェスター、シュート、来た、先制。前半のアディショナルタイム、ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか？いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、お手本になるような見事なカウンターアタックでしたね。先制、ここで長いホイッスル、前半終了です。45分間戦って1対0。
さあまずは前半が終わりました。新潟としては前半の半ばぐらいまではね、いい戦いをしてるなと思ったんですけどね、結局先制されてしまいましたね。後半はまずしっかり守ってペースを握っていくことでしょうね。アルビレックス新潟対マンチェスター B、 ではこの後も引き続き試合をお楽しみください。後半キックオフです。この後半の入り方って、ね、非常に重要であって、守備的に行ってしまえば点を取れないけど取りに行かなければいけない、はい、非常にその辺の、ね、バランスをどういうふうに崩していくかということが一番マネジメント能力、この辺が重要になってきますよね。なるほど、中央行けるか。さあ繋がるか。ここは繋がりません。メンディ、ルーズボール。新潟はここまで全体で見てもまだシュート数が少ないですね。そうですね、前半はあまり打ててなかったですからね。この後半は立ち上がりからもっと積極的に狙っていく必要もありますよね。高木、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。新潟としては今大事な時間帯ですよね。もう少しゲームを動かすならハードなプレッシャーをかけていった方がいいですけどもね。それからシュートで終わるイメージを持ちたいところですよね。もう一つ前に行きたい。つながります。田上、また中央へ。高木へのボール。田上、収まった。フリーだ。さあどうだ。素晴らしいパス。このまま終われるかっていうようなね、攻撃でしたけどもね。ふわっと裏を狙う柔らかいパス、クリア。このピンチをなんとか出します。これ1点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですけどもね。アグエロ、柔らかいボール。マフレズからスターリング、クロスを入れる。クリアです。ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。高木、組み立てながら攻め上がっていく。シュート、ここで同点。この時間に追いつきました。ディフェンダーの間を縫ったシュート、見事ネットに突き刺さりました。いや、意図的に狙って打ったんでしょうかね。それにしても際どいところを通してきっちり決めてくるあたりは見事でしたね。さあ、新潟、そしてここで最後の笛。1対1、両チーム引き分け、同点のまま試合を終えました。さて北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。新潟としては後半でしっかり追いつきましたね。負けているという状況でも慌てずに自分たちをうまくコントロールできたという結果ですから、これは今後に向けて大きな励みになりますよね。そうですね。さあ放送時間もなくなってまいりました。
本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。1点ずつ入れ合って1対1、引き分けに終わっています。